で、えっ、ー、と、テーマは、えー、How to use LLM、うん。で、LLM っていうのが最近流行っていて、えー、Large Language、Model、の略です、ね。で、時間とお金と電力をかければ、まあ、こういうすごいお利口さんなものができる。で、言語モデルっていうんだけど、実は最近は言語だけじゃなくて、えー、画像生成とかね、生成 AI っていう名前の通り、画像生成とかも、えー 多分限定されてると思う。1日に数枚無料で出せるとかっていうのがあると思うで。この辺はオープンソースね。こっちはお,お金払うやつ。で、今日はこれを使って、えー、お金払わずにこれを使ってやると。で、使うのは、えー、deeplearning.ai のコースを登録して、これね、ChatGPT Prompt Engineering for Developers っていうのを、えー、さっき見せたように、えー、コードを実際に実行し,しながら、えー、試してみてください。 で、あそこに書いてあるコード、うん、の,のコピーがここなので、見づらい人はそっちのページを見ながらでも構わないんだけど、えーまあ、説明をし,し,しながらやっていこと、はいはい、実際に自由に動かせるので、OpenAI、えー、のもっと複雑な機能、うんあの、その、ここに載ってないような機能も、そこで無料で試せるのであの、非常に便利だと思います。で、OpenAI、えー、っていうのは ChatGPT 作ってる会社で、そこが提供している Python の えー、パッケージ、オープン a i というのをインポートします。Python がみんなインポート。あとは OS を少しあのいろいろいじるための OS というパッケージもインストールする。うん、で、でこれ、この辺、まあ、別に覚える必要ないんだけど、何してるかっていうと、えー、このオープン a i のキーだね。キー。これは本当はお金払,払うと、そのキーがもらえる。で、その人が、まあ、使って、まあ、お,金使いお,お金を、えー、カードかなんかで払って、 えっと、それをそのマシンに登録する必要があった、ね。そのための、まあ、おまじないと思ってください。この OpenAI API キーというのを、えー、その環境に置いてやる。この辺に直にあのキー打っちゃいけないんだね。あの皆さんも、もしお金払って、そういう、なんかの、えー、そのサブスクしたパッケージのキーをもらったときは、えー、それを直に貼っちゃダメ。どっかで隠しておいといて、隠しておいといて、それをこの OS.getEnv っていうんで読み込むんだね。 で、そこに書いてあるのは、この OpenAI API キーはこれですよって長い文字がある。それを読んできて、ここにやると。だから、えー、外から見えないところに隠しておく必要があるというので、まあ、こういう初期設定をすると Python の中で OpenAI のパッケージが使えるようになります。で、ここでやるのは、実は、まあ、単にプロンプトって言ってね、プロンプトっていうのは、ただの,あのその、えー LLA にこれ,これやってねって言うための文章のことをプロンプトって言います。で、そうするとチャット GPT が何か返していレスポンスを返す。で、そういう一番簡単な使い方を今日はやってみようと思います。だから、普通に自分に、自分がそのチャット、チャットって言って、あのチャット GPT だから何か書くと何か返ってくるっていうので遊べるんだけど、まあ、それと同じ仕方。で、Python からやるともっと凝ったことができます。えー より普通にチャットに打つよりも高度なことが Python だとできるんだけど、まあ、その、まあ、基,本基本というか、練習として単に返すだけだ。それを、えーとまあ、計算機でやろうとすると、まあ、こういうことをします。これ、あのデフだから関数で、ね、こういう関数を作っておきましょう。で、えー、と名前は get underscore completion。でまあ、あの引数、これ入れるもの、ね、あプロンプト、ここには何かも文字が入ってるんね,ね。こんにちはとかが入ってると思ってく でこれは入力するか。でもう一個引数があって、モデルっていうのがある。これは、あの今はこれ、もっと新しくなってきて、ChatGPT-4、えー、とか O1 とかっていうのがお金払うと使えて新しいんだけど、えー、ちょっと古くて3.5ターボっていうのを入れると、まあ、ちょっと古い ChatGPT のボの部分ですね、ね GPT モデルっていうのが使えるようになる。で、えー、メッセージっていうのをこれに渡すんですね、メッセージ。で メッセージは、えっ、ー、と、ここで、この OpenAI、これさっき、あの、えー、API キーを入れた、入れた、あの、えっ、ー、と、OpenAI の、で、チャットコンプリーション i o n c r っていう、ね、関数が、うん、あるので、えー、これ、こいつを呼べばいい。で、こいつに、ここで作って、このモデルね、このモデルを入れて、あえっ、ー、と、3.5タームを使ってメッセージ。メッセージは、このプロンプトだけではなくて、プロンプトだけではなくて、ロールっていう、 ロールってのは役割のこと、うん。で、これは普通に聞くので、ユーザーという、えー、役割で、コンテンツだから中身、中身はこの引数入れたプロンプトを渡した、こういう、なんていうのかな、辞書のリスト。だから、リストだから、本当はこれ複数入れてもいいんだね、えー。複数のメッセージを同時に入れることもできる。で、中はロールとコンテンツがキーね。これがキー。で、こっちがバリューになっている。 こういう辞書,辞書だね。これ辞書。波格好だから辞書、ね。辞書をメッセージとしてここに入れる。メッセージ図引数にメッセージ図を入れる。いいかな。で、もう一個引数があって、テンパーチャーっ u テンパ e m p って気温のことです。で、これ0ってことは、毎回毎回同じのを返す。で、実際にこれ、えっ、ー、とこ、この手の LLM っていうのは中身はトランスフォーマーだからな、何してるかっていうと、次から次へと文字列を 文字を、えーて、これが一番いい文字だなっていうのを返すんだね。だから、今までの出、えー、した文字があって、例えば、this is あったったら、次、次何何しようかなっていろんな候補が候補が。で、この中から一番良さそうなのを選んでくる。で、テンパーチャーを上げるとどうなるかっていうと、ランダムに選べるだ。だから、ペンって返す場合もあるし、ペンするって返すこともあるし、 うん。来ていって返す場合もあるし、ランダム選んでくる。で、この場合、ランダム性なしよっていうのを作っておきましょう。な。で、こうやって、えっと、OpenAI さんに、こういう引数を与えて返すと、返ってくるのがレスポンスというオブジェクト。で、スポンス o から、えっと、チョイスイズゼロメッセージってやると、ま、あの、いろんなのが返ってくるんだけど、一番最初に返ってきたやつの中身、コンテンツを返すと、ま、普通のレスポンス n s なんていうのかな。え、お、お返事ね。 これやってねって言一点数に対するお返事が返ってくる。で、こういうのを、まあ、あのヘルパーファンクションってって、まあ、この後使います。このゲットコンプレーションに、えー、プロンプトを入れると返事が返ってくる。ってことになる。で、今日やるのは、まあ、今の関数を使って、いろんなメッセージ、いろんなプロンプトを入れてねっていだけの話です。で、プロンプトを入れるときには、いろいろ、まあ、あの、コツが、 でまあ、通常ベストプラクティスって言われてて、本当はもっともっといっぱいあるんだけど、まあ、そんなにたくさん覚えきれないし、まあ、最近のチャット GPT の新しいモデル、えー、O1 とかね、も,、まあ、もっとオリコンなので、そんなに細かくやる必要はないよと言われて、なるべく短く、うん、簡潔にやると中で考えてくれるので、まあ、このベストプラクティスって言ってるのもだんだん変わってくるかもしれないんだけど、まあ、基本なので、えー これは普通にあのチャット GPT でチャットする時も、こうやってこういう文章を入れた方が、ちょっといい返事が返ってくることがあるので知っておくといいと思います。うん、というので、えーまあ、順番に説明していきましょう。で最初は、えーと、明確かつ具体的、まあ、もないに指示を行うということですで。そのための方法として、一応、えー、区切り文字を使う。まあ、後で説明します。えーとここは その指示の文章じゃなくてですね、ここは何か与えたものだよというのをやるために区切り文字を使うといいよと。うん、あとは、えー、返ってくる、その返してほしいものっていうのをフォーマットを指定する。まあ、例えばジェ、JSON とかね。JSON、前期にやったっけ ?JavaScriptObjectNotation といって、まあ、だから辞書みたいな文字列で返してねるてことです。でもあとは、モデルに、うんうんうん、ちゃんとした答えが出てるかも、えー、その、 モデルっていうのはその、チャット GPT の GPT の方に、えー、と聞いて、だ、え、め、ー、だったらもう一回やったりとかね。そういうことも、えーとまあ、実際このやるときは反復してね、何回も何回も、えーいい、いい答えが返ってこなかったら、繰り返し、えー、もう一回聞くと、ちゃんと前にした質問の内容が残ってるんだね。履歴として。でそれを踏まえて返してくれるので、な何回もあとは、えーまあ、具体的な例を示す。 実際あの、何も示さずに寝なかしてっていうのは、えー、とワンショットって言います。で、い,いっぱいでやってもあ,あんまり聞かなくて、フューショットって言って、まあ、1個か2個こう、この時はこうやってねって入れると、いい答えが返ってくるわけです。で、2番目の,そのベストプラクティスは、えー、とモデルのに考える時間を与えてねて、うん。で、まあ、一番よく使うのは、あのステップに分けて。 これは最近のモデルだといらないかもしれないけど、これやって、これやってって順番を示してあげると、ちゃんとした答えが書いてる。で、これちょっと分かりづらいんだけど、いきなり答えなんですよね。例えば、生徒の答案が与えてあったらどうかっていうのをチェックしてねっていうんじゃなくて、まず自分で考えさせて、それからその生徒の答案と比較してねって言った方が与えあいい。で、あとはロールを与える、うん、最初にね、このあなたはなんとかだっていうのをね、あのやると丁寧に。 パイソンの,あのプログラムで分かんないところがあったら、私に聞くよりも、多分チャット GPT に、あなたは親切なチューター、パイソンを教えるチューターでやるとで。このプログラムが分からないってやると、すごく丁寧に教えてくれる。ので、えー、試してみてください。はい。で、順番に説明しましょう。区切り文字を使う。で区切り文字は、まあ、いろんなのがあるんだけど、普通はこの文字列を表す、えー、これなんだろう。トリプルブラッン トリプルクォーとか。で、これはとトリプル、えっ、ー、と、バックティクス。ここに書いてあるね。トリプルバックティクス。えー、30の、えー、あ、これだ。これがトリプルバックティクスだ。これがトリプルバックティクス。これが何て言うんだろあ、まあ、ちょっとわかんないけど。えー、まあ、これでくくってもいい。で、ここ実はこれでくくるとあれだね。あの複数行の文字列が入れられるんだったね。 でここは外側にその複数行の文字列使っちゃってるんで、中は同じの使えないので、これを使ってます。トリプルバクティック。まあ、英語の場合、これでいいと。で、まあ、こういうので囲んでもいいし、ちゃんとタグ、えっ、ー、と、HTML のタグ,タグみたいなやつで、これが開始、これが終了の時は、これスラッシュ入れるんだね。これがここと、ここが開始で、ここが終了っていうようなやつをやると、こういうのもちゃんと理解して基本的に、こういう HTML の記望とか、 あと、マークダウンの記法なんていうのは、えー、とチャット GPT とかは理解してくれます。で、これ何してるのかっていうと、これがテキストだね。これ文字列ですこの。このテキストの文字列を、えー、ここに入れるんだね。わかるかなこれさちょっと見づらいけど、最初に F って書いてあるよね。F って書いて文字列すると、こ,んでこの中に書いた、この波括弧のここに、ここに入れた、その、これね、テキストっていうのの、の これがここに入ります。フ、ね、ォーマット文字列って言って、この AF はフォーマットのことで、まあ、よく使うので覚えておいてください。だから、ここが指示なんだね。summarize the text, delimited by triple backticks。これで囲まれたテキストを into a single sentence。1文に要約してね。だこれ長い文章があって、これを1文でに要約してねっていうのが、これがプロンプトです。 でプロンプトの中に、こういうふうに、ここで囲まれたっていうのをちゃんと、この文章、このテキストとこの指示している文章が違うんだよってのを教えてあげないとたまに勘違いして、ね、い。いかな。これがコツ、コツのえ、一番、一番大事なこと。で、このプロンプトを、この結構長い文字ですよね。ここにこれ入るからね。をさっきのゲットコンプションにやると、まあ結果が出てくる。というわけですで。実際にどういうのが出てくるかっていうのは、えー、さっきの えー、授業のところにある Jupyter で自分で試してみてください。いいなで2番目のコツは、えー、出力フォーマットを指定する。うん、まあよく使うのは JSON といって、まあ、これ,これ JSON 形式ねあの。いわゆる、えー、リスト、これリストだね。リストになって中が辞書みたいになっている、こういう文字列のことを JSON という、まあ。非常によく使う。えー、最近の Web アプリなんていうのは、この JSON を入れると JSON を返ってくるっていう API を設計するなんていうのはほとんどです。もしくは HTML。これはまあホームページ見たりするっていうのは、まあ、記法です。まあ、JSON の方が見やすいので、普通 JSON 使うんだけど、えー、これ何かっていうと、Generate a list of three made up book titles along with their authors and、uh, genres.、They、provide them in, これ書いてあるね。JSON format with the following keys. Book ID, title, author, genre. ブック ID、タイトル、オーサージャンルの、まあ、なんか例を作ってね。で、単なる文字列だとわかりづらいので、JSON 形式にすると、まあとでプログラムで非常に使いやすい。JSON というモジュールもあって、ね、でそいつを使うと、これを入れて、これを辞書に変換とかね、いうのが非常に簡単にできます。いいかな。ちょっと長いんだけど、えー、モデルに条件が満たされているかどう,どうかを尋ねる。うん まあこんなテキスト、うん、とテキストがありました。えっ、ー、と、プロプト、えっ、ー、と、you will be provided with text delimited by triple quotes. うん、これだね。トリプルクォーツで、この場合、バックスラッシュってやらないと、えっ、ー、と、うんあの、この文字って認識されないので、これ実は、これを書いて、あの、わかりました。これを書いてるのと一緒で、これで囲まれた、えー、テキスト。 をっていうのがさっきちょっと言った、えー、とトリプルクオーツ、うん。これクォーツだね。で、If it contains a sequence of instructions, rewrite、uh, uh, those instructions in the following format. ステップに分けて、この手順が書い,手順が書いてあったら、えー、こういうフォーマットで書いてない。で、ここです。モデルに条件が、えっ、ー、と、 まあ一応、ステップで、えー、と教えるというのも一個のポツだけど、If the text does not contain a sequence of instructions, then simply write no step provided.Sequence、えー、がなかったらノーステップと返せというのが、えーと、ここで言っているモデルの条件運動ということです。で多分、こっちを入れるとステップが返ってきて、こっちを入れるとステップじゃないので、ノ、えーステップ4テキストというのが返ってくる。というのを実際試してみてください。 これは何かっていうと、フィ冬ショットプランプ,プロンプト。はい、え単に、えっ、ー、とねこれ、えっ、ー、とで読むと、えー、your task is to answer in a consistent style.、うんえー、子供にね、えっ、ー、とお,おじいちゃんが何か教えるっていうね。で子供もが、えー、teach me about p a t i e n c e 忍耐について教えてねっていうと、グランドパイアレント、おじいちゃんが何か、まあ、教訓めいたことを返す。でえー 次に質問として teach me about resilience 復元性について教えてねって言ったときに、えー、いきなりこれ聞いても多分変なことがさいってこっちに例を示すこのときにこれこれじゃあこれだったら何っていうのをやるとちゃんと、えー、まあまあいい答えが返ってくる、えー、というのが、えー、このフリーショットプロップと、まあ、あの例を示すということです最近だともっともっとたくさんねあの本当に500ページぐらいの本を そのまま例としてコンテキストって言うんだけど、コンテキスト知識とかって言うんだけど、そういうのをぶち込んで、それを参照にしてやってねなんていうのも、えー、できるようになってる場合もある、ね。でクロードはできるかな次は、えーとうん、あのこれ、作者と出てきたしあの段階に分けて指示するってやつねさっきも例があったけど、えー、これをなんか。 えっと、要約してフランス語に翻訳して名前を抽出して出力を指定するっていうのを、えー、いきなりやっても多分ダメなんでパフォーマーズフ w ー n ングアクション s これプロンプトね1サマライズ2トランスレイト3リストイチネミンデフレンチサマリフォーアウトプットジェイソンオブジェクトっていうふうに分けてあげると、えー、ちゃんとこういうのが書いてくるということですで次何かっていうと えー、ちょっと長いんだけど、<laughs> 問題はあこれ、これ、こっちが失敗でね、こっちが失敗で、こっちが成功で。で、何かっていうと、えー、これが、えー、と生徒の答えです。それが、えー、コレクトはな、あってるかどうかを判定してねでやると、えー、間違えた答え、これ間違えてるんだけど、えー、間,違えた間違えた答えを Student Solution is correct って書いてそうじゃなくて、えー、同じプロンプ 本当に見えるんだけど、まず自分で、えっと、First work out your own solution to the problem, including the final total. Then compare your solution. 最初に自分で解いて、比較してねっていうと、ちゃんとした答えが返ってくることもある。いつのことは限らないんだけど、なんとこっちがあってっていうので、まあ,あの単に正解かどうかをって尋ねると,、えっと間違えることもあるんで、このプロンプト結構大事なんだね。よくあの東大の入試問題を、えー さっと GPT に解かせて、最新モデルに解かせて解けた、解けないとかなんとかっていうのが記事になってるんだけど、まず自分で考えさせて、それから比べましょうとかね、そういうふうにすると、あのプロンプトの持ってき方によって、あのステップに分けてやるとかね、ってやると,、えー、と、解けたり解けなかったりするので、まあ、結構ああいう比較はナンセンスになると思うんだけど。はい。で、えっ、ー、と、ハルシネーションって,っていう言葉、これ非常にあの大事な言葉であの、平気な顔して嘘をつきます。日本語だと幻覚とか。 訳されるんだけど、えー、要はチャット GPT とかああいう、えー、LLM モデルっていうのはある時までの文章一応それもちゃんとホームページに書いてあるんだけど2023年12月までのいろんなそのウェブにある記事とかいろんな本とか、まあ、ありとあらゆる文章を入れて学習させてるんだね大量の文章を入れて学習させてるんだけど、えー、ある時期までしか入れられない、うん、昨日のニュースとかは学習されてないんだよ当然ね だから、多分あの日本の総理大臣はって聞くと嘘を言う。で、そういうのをハルシネーションっていう。で、まあ、試しに私について聞いてみたら、ま、割りと合ってるんだけど、まあ、数学者だったら間違えてるね。で、えー、熱心っていうのもちょっと怪しいねっていうね。で、まあ、あの多分私のホームページを、まあ、改定してないのであのあの、読んだのかもしれない。で、まあ一応あの、試しに、これもさっきのページで試せるので、 えー、日本の総理大臣とかね最近のことを聞くとあの平気な顔して嘘をつくっていうのも体験してみてください。